は出たんですけど、そう、それ以外はちょっとずっとお家で安静にはしてたのですが、まあでも明日も朝はゆっくりできるので、なるべく休もうと思います。うん、大事にいてありがとう。食欲とかはあるん、あ、めっちゃある。食欲はねめっちゃあるんだよ。そう、なんか体調悪い時って本当にご飯食べないと良くならないからと思って、ご飯をいっぱい食べてますし、水分もいっぱい飲んでます。一応薬も飲んだし、そうだね、ちょっと季節の変わり目っていうのもあったからなのかな。うん、よくよくなるといいね。ありがとう、そうします。体調崩してる人めっちゃいた。本当、でもよく言うね先生。よく体調崩すねって。ね、本当それ今年2回目？夏にも1回体調崩した。また体調崩しちゃった。まだちゃんとメイクしてるからね、今日ちゃんとでもないか、もう落ちてる。そう、お昼出た時にメイクしてったから、水分補給忘れそうになった。ありがとう。ポカリスエット飲んでる。ポカリスエットとホットレモン飲んで、さっき自販機行ってなんか飲みたいと思って、うん、でポカリスエット買ったんだけど、でストローで飲もうと思って、そう、なんか体調崩した時美味しい。ポカリとかアクエリとか飲むんだけどさ、昔ちっちゃい時からママがペットボトルにストローを刺してね、くれてたから、今でもその習慣が残ってて、ストローを刺してポカリ飲もうと思ったらズドゾゾゾゾってなんか言ってさ、何これと思ったらストローに穴開いててさ、もうな、初めて当たったストローの不良品。そう、でもちょっと変えるのもちょっと面倒くさいからそこを抑えて飲んでるんだけど、うん、ストローに穴って、そう、ストローに穴開いてたの。一本だけなのかって、うん、割とずっと使ってるやつなんだけど、黒いストロー、そう、100均で何本もさ入ってるやつなんだけど、今まではなかったんだけど、そっ
空気が入ってくる。そうなのよ、空気が入ってきちゃうの。聞く音、ちょっと待って、よいしょ。あのサインも書かなきゃ、あ、サイン書かなきゃと思い出した。私昨日ねもらってさ、あのバスツアーの時の集合写真そう、昨日新しいのもらったから、あのちょっと待っててね、サインサイン書いたらあの郵送されるのでちょっとお待ちください。全部書き直しだ、ごめんね、申し訳ね。これ聞こえる？ほら、うん、ここにね開いてるんだよね。見にくい、どこだっけな、あ、ここだわ。ほんとちっちゃい穴なんだけどね、うん、ここ押さえたら普通に飲める。ここ押さえなかったらうんってなるの。7割空気が入ってきます、このまま飲むと。それ逆さまにしたら確かに、え、でもやだ、なんか指でベタベタ触ったのをこの下にやるのありがとう、ナイスアイディアだったけど、ちょっとごめんね、自分の指でベタベタ触ったやつがちょっと嫌だわ、うん、予備はないのって、ね、いっぱいある。大西んちね、ストローめっちゃあるの。そう、ストロー好きなんだよね。だからストローの会話いっぱいあるんだけど、ただね、キッチンの方面に行くのがちょっとめんどくさくて。ストロー好き？そう、ストロー好きなんですよね、飲み物を飲むときは、ね、うん、ストローって買わないのに溜まっていくってめっちゃいいやん、ちょうだいよストロー。スタバの紙ストローは、あ、おいしい、紙のストローあんま好きじゃないかもしれない。まあでも紙のストロー好きっていう人あんまいないよね、うん、でもなんで嫌なんだろうね、なんか嫌だよねなんかこれだから嫌だっていうのあんまないんだけど、なんか
かふやけちゃうっていうのも嫌なんだけどさ、なんかちょっと味変わんない？そんなことない？お西だけ髪の味する？やっぱそうだよね、なんか変わるよね。本当に変わってるのかわかんないんだけど、変わってるような気がしちゃうんだよね。うん、でも美味しいよねスタバね。甘いの苦手なんですけど、スタバのカフェモカとホワイトモカは好きなんです。それが美味しくなる季節がやってきましたね。新作飲んだって、今の新作って何なの？あれは飲んだよ、なんか一個前、今出てる多分終わったよね。ハロウィンの時の真っ黒なやつはね飲んだよ。クリスマスカラーイチゴのやつって、イチゴの加工品があんまり好きではなくて、甘そうだね今回も。でもスタバの新作って基本甘いイメージ。ね、ストロベリーメリークリームフラペチーノ長い。ハロウィンのは甘くなかったな。ハロウィンの激甘でした。びっくりしちゃったびっくりしちゃった。あと新作のさやつってさ、わかんない、私はフラペチーノ、新作のフラペチーノをさ頼むからさ、頼むってなったらだからトールサイズとかしかないんだけど、え、ちょっとでいいよね。なんかどんな味なんだろうっていうので飲んでみたい。そう、え、ちっちゃいサイズ売ってほしいよね、ショートサイズみたいな。うん、ちょっと大きいんだよね。100円分ぐらいで、うん、そうだ、200円こんぐらい、もしはこんぐらい欲しい。ショートサイズ、ショートサイズでいい。うん、ちょっとで12時だし、12時までやろうかな。あったかくして寝るんやで、ありがとう。お風呂入ろう。スタバ飲みながらお散歩したい気分です。わかる、お散歩したいよね。今このぐらいちょうどよくない？わかんない、今日お昼出た時はちょうどいいあったかさだったんだけど、ゆっくり散歩したい。うん、来週寒くなるらしい。マジで。それはやだな。
最近が暑すぎたって、いやでも本当そうなんだよね。めっちゃなんか夏終わってさ一気に寒くなった時あったじゃん。俺もう冬って思ったけど、最近マジで暖かかったもんね。もう11月だからねって。確かに今日の熊本30度だったらしいで、あちちでも暑かった。熊本この間上着持ってったけどほとんど着なかったの、うん、明日も無理しないでね。ありがとう、優しいね。そうね、ちょっとおとなしくします。あのお仕事以外、まあでも咳が出てるわけでもないしっていうので、本当に単純に自分自身がなんか自分自身が発電した体調の悪さみたいな感じなので、うん、キラー、ちょっと安静に。16分ありがとう。じゃあちょっとランキングの方読んでいっとこうかな。いきますよ、1位よっちゃんのゆうももち大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位が MM ルールザットマークギフヌールと人生に乾杯さん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がチョイさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がアックン、ありがとうございます。イエイ。で5位がソトチアットマーク大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして6位が KITD さん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がボスブラックさん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がユミタン、ありがとうございます。イエイ。そして10位が大粒ちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして変わってもった、もう一回いきますよ1位よっちゃんのゆうももち大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位が MM ルールズアットマークギフヌルと人生に乾杯さん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がキョイさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がアッくん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がサトチアットマーク大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして6位が KIPP さん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位が、大粒ちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がボスブラックさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がユミタン、ありがとうございます。イエイ。そして11位がミチカちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がコーヒーレンさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位が、ナンスのさん、ありがとうございました。イエイ、ありがとうございます。ということで本日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこは、せーの、この色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の西桃香でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。ではおやすみなさい。じゃあね、バイバイ。